竹内さん、結局何の酒が一番好きな？酒かー。ビール？ほろ酔い。ほろ酔い？ほろ酔い。ビールはね、もうアルコールが高いから酔いたくて飲んでるんや。ちゃんと意味ないから。あー、まあまあ、そういうもんか。2人で楽しそうやね。え？ビールも2人で、ね、いいですね。いや、別にそんなつもりじゃん。でもそんな感じよ、今日も。よし、でも聞いよ。入りづらいけどね、こっちは。そんなことないよ。そんなことないな。ほんとつらい。一気に俺忘れてないから、1年2ヶ月前2人で居酒屋行ってたの。あったな。思い出すから、お酒飲みすのやめて。あれ思い出すから。ママにやろ、どうせ行っても。わかりました、わかりました。邪魔者が出ていきますよ。よ、遅っ。よくも遅。もう二人だけで楽しんでくださいよ。よ、遅っ。お楽しみに。明日夕方ぐらいから暇？あ、暇。なんかジム行かない？あ、ジムね。そうそう、行かんとな。前言ってたクミンジムみたいな、うん、あれ行ってみたいな。あ、いいね。もうプール行ってもいいぐらいの時間だもんな。いや、二人でそんな話できるの？え？いつもそう。いつもそうかな。ボルタリングだって二人で行ってた。いかんやろ。いかんやろ。何ができんねん、お前。いかんやろ。行く、明日、夕方、暇やったらジム。ジム。夕方？うん。夕方はちょっと、うん、やること。別の日でも行ける。ジム行く？日による。二人だけで。行く気ないよな。もっとなんかラーメンとか誘ってや。ラーメンは誘うよ。もうええわ。ワン。やったーワンじゃん、こいつ。やったーワンすんな。もう寝るわ。やったーワンじゃん、こいつ。旅行で大阪とか行きたくない？めっちゃいいや。大学大阪住んでた？いや、住んでた。住んでたやろ？道頓堀と。うわ。淀屋橋とかも。淀屋橋な。久々聞いたわ。入ってたで。そんなに小脇に？あれ？小脇に行ったんだろ？あれ？お二人で旅行の計画ですか？いや、誘う。別に二人のつもりなかったけど。眉毛消えた？いいですね、本当に楽しそうで。ねえ、でも関係ないよね、俺たちはね。あら、2対2。2対2しようとしてる。友達やったんや。羨ましがんない。もしかしたらな、俺はもう大阪行くって決めたから。えもしかしたら向こうで会うかもな。同じにな。いつかとかの話やねんけどな。いつか行けたらいいな、みたいな。いつか？違う。なんかさ、スマホで面白いゲームさ、探してやんない？探してやろう。ちょっと前にハガレンのゲームみたいな。ああ、うん。またしても。え？二人だけで計画を立てている。この感じの人が嫉妬する。え？僕を生きるしかないから。気持ちよくなっちゃってる。あ、はい。なんだ？マント的な。マントか。マントが、なびく。説明する。嫉妬、嫉妬とかじゃない。嫉妬とかじゃないか、この人。あ、どんどん下に。どんどん下に行っちゃってる、帽子が。あ、どんどん。しんどそう。あ、ゲームの結構やるんよ。なんかそういうやつに見えてきた。確かにな。あそこに目描きたい。なんだって。あ、デフォルムキャラや。俺のことか。なんかトイストーリーとかのおもちゃの感じも出てるな。うん、グリーンアーミーメンみたい。俺が見えてないけど。怖え、急に。ごめんなさい、すいません。やはり孤独だ。何それ？すごいな。なんであんな状態で。はい。出てこい。お前ら。え？はい。名前は？竹内です。吉野です。もう忘れたよ。なんで聞いた？